アシマ大学は台湾台中式リミネクにある私立大学。2001年に設立され、健康と医学科学、コンピュータサイエンスと電気工学、創造的なデザイン、管理と人文科学と社会科学の学位のための教育を提供している。アシマ大学は国際競争力のある総合大学になることを目標に設立され、創立以来休息に成長している。 2001年の設立時は17学科、学生数は約2000人であったが、2019年には29学科、12000人以上の学生を有する中規模大学となった。足シ大学寮生ビル足シ大学体育館、足シ大学は、当初は台中健康機管理学院の名称で、2001年8月に台湾台中式リミネ区で、 最長会と林造連によって設立された。2005年8月1日、教育省の権限の下で足馬大学と改名された。台湾で最も若い大学であるが、過去19年間に運営されていた学校での大きな努力により、足馬大学は優れた業績を上げており、世界の多くの有名な大学ランキングのリストに入っている。足馬大学は創立以来19年で、 台湾の新大学で数々の優れた記録を受立し、国内では2005から12年連続で教育省から優秀教育大学に選ばれた。さらに5年連続の間、チアーズ雑誌によって優れたパフォーマンスで公率及び、私立のトップ20大学に選ばれた。また足場大学は学生に積極的に国際デザインと発明の競争に参加するよう奨励しているが、 教育省の芸術とデザインの国際競争プログラムでは、足場大学は2013年から5年間全国高等教育システムの1位を獲得した。医療健康ビル対局湖情報電気ビル第2、学寮人文管理ビル人文社会科学、管理学ビルの中庭芸術品イルカの上の7、足場現代美術館芸術品、思想家キャンパス内のゴールデンシャワーツリーキャンパスは、 総面積24ヘクタール、ギリシャローマ様式のオープンガーデンプランを採用しており、19棟の建物がある。それは、人文社会科学、管理学ビル、医療、健康学部ビル、情報、電気工学部ビル、行政ビル、図書館、足間現代美術館、定携病院、獣医館、高電ハウス、温室、インターンレジャークラブ、インターンシップキッチン、 クリエイティブデザインワークショップ、パワーセンターと4つの学寮の建物など、アシマ大学のキャンパスには20枚以上のアート彫刻を設置されている。それらはすべて有名なアーティストが制作した作品である。またキャンパスの中には緑の草で覆われており、いろいろな花と木々がいっぱいで植えられている。そのため、アシマ大学は四季折々の花が咲く美しいキャンパスになった。 さらに、建物には多くの彫刻もある。それらはすべて世界的に有名な芸術家によって作成されたアートワークであり、しばしば大学の美術館に展示されている。一部の作品は特定の建物の部屋で長い間に展示されている。キャンパス内の猿滑り、足場大学が設立されてから17年目、107学年度までに、 1897人の学生がいて、そのうち118人は留学生である。学生の国際主義を養うために、足場大学は学生の外国への8つの道を促進する。それらは、ダブルディグリーの学習、海外スタディツアー、または留学、交換留学生になること、訪問、またはインターンシップ、会議論文の発表、コンテストへの参加の女性。 国際ボランティアになること、新しい南で夢を作るプロジェクトを参加。さらに、2010年には、ノーベル賞フォーラムが設立され、ノーベル賞を受賞したマスターが招待され、毎年講義とガイダンスを行っています。他に、生徒の道徳を培うために、3つのメンタリングシステム、3つの美徳アカデミー、4つのクリエーション学校、ボランティア銀行、 人材銀行の実装も行われている。足場大学は新しい大学ですが、教員のラインナップは強力である。学校で多くの名高い教授が学生を教えている。博士レベルの教授は約85%で、強力なラインナップと豊富な研究経験がある。正教授はほぼ全ての教授の4分の1以上を占めるのは、 新しい大学の奇跡と言える、ありがとうございます。